正答率 11.4% なんですよね。もちろんここにある通り落とし穴もありますから。学べないためにどうも、サンバのサインズムロです。さあ今回はですね、数検数学検定2級の問題、これ実は正答率 11.4% なんですよね。ただですね、非常にいい問題でですね、高校1年生であれば、しっかりと解ける問題だと思います。ただもちろんここにある通り落とし穴もありますから、ぜひ受験生の方も、高1の方も、逆に大人の方も、しっかりと最後まで解けるかチャレンジしてみてください。それでは行きましょう、レッツゴー。まずですね、この問題ですけれども、どうですか、 A 事情が、かけるタンジェント B が B 事情かけるタンジェント A ですよ。よくですね、こういった問題出されます。定期テストとかでもそうですし、模試とかでもね時々見るんですが、これどうしますか。例えばタンジェント B を、コサイン分 B 分のサイン B とかね、直すっていうのは一つですけれども、ここのポイントとしてはこれ何かというとですね、このような形で ABC ってありますよね。このラージ B とかラージ A っていうのは角度です。角度のことね。なった時に基本的には角度の情報っていうのを全てこの ABC だけで表してくださいよっていうことですよ。実はですね、例えば三角比、簡単に言うとじゃあサインシータあったとして、シータがよく言われているのはこのような形だったら、サインシータっていうのは基本的には何とか分の何とかになる。ここだったら C 分の B になりますよね。これはもちろん直角三角形ですけれども、直角三角形じゃなかったとしてもこういう風に辺だけで表すことができるんです。これは三角比の面白いところ。じゃあタンジェント B とかタンジェント A っていうのを ABC だけでどうやって表されますか、そこをちょっと深掘っていきましょうか。じゃあまずタンジェント B とかありますけど、一旦僕もサインとコサイン直します。こうなりますよね。一応コサイン A コサイン B で両辺かけましょう。するとこうなるわけです。ここで大事なの、サインがこのような形で直角三角形だったら置けますけれども、もしも普通のこういうよくわからない ABC でこのような三角形だったら、じゃあ果たしてサイン A ってどうやって表されますかと。これは実は習ってます、高校1年生では習ってるんですけれども、パッと思い浮かぶ人がどれだけいるかです。サインが絡んで、あとは辺だけ、サインの角度とあとは辺だけの関係式、それは正弦定理というものがありましたよね。これはサイン A とサイン B とかっていう角度とあとは辺の関係式でございます。正弦定理何だったかっていうと、サイン A 分の A が、あとは、このような形で、最後にここに設定はしてないんですけれども、R、ラージ R、 これ何か、これすごく使えるんですよ、こういう系の問題で。ラージ R っていうこの R は外接円の半径でございます。別に外接円書かなくてもいいですよ、書かなくてもいいんですけれども、ここをもし例えば R だよとしてあげると、どんな三角形でもこれになってしまう。で、僕たちの目的は全てサイン A とかサイン B とかサイン C っていうのを辺で表した。じゃあこれよく考えてみてください。サイン A 分の A が 2R ですよ。これ変形してあげるとサイン A は 2R 分の A になりますし、もっと言うとサイン B も 2R 分の B になりますよね。つまりここで言うと R っていうものを使えば全て辺で表すことができます。だからここはね、一つ知っといてください。サイン A っていうのはこう直角三角形だけじゃなくて、普通の三角形であっても R というものを使って辺の分数で表すことができる。さあそれ考えみると、これどうなるかっていうと、こうなりますよね。そしたらもうこの時点でですね、この辺消えます。この辺消えます。さらに 2R が消えてくれるわけ。したらなんと、このようになるわけね。A コサインラージ A、B イコール B コサインラージ B。じゃあ次、コサインを ABC で表したいときどうしましたっけ？これがまさに予言定理ですよね。これも思いつく人多いんじゃないでしょうか。コサイン A っていうのは、どうでしたっけ？2BC 分の挟まれる辺の掛け算の2倍。分の、こうでしたよね。もっと言うとコサイン B は、これね、コサイン A はの形で覚えてない、パッと書けない人いますけれども、もちろん予言定理、普通のね、分数じゃないものから逆算して考えてもいいですが、これはパッと、答えれるようにしとくと、共通テスト楽です。難しくなったとしても、パッパッと答えられますからね。じゃあ、コサインラージ B。これはどういうふうに考えると、B 以外が来ますよと。あとは、こうなる。じゃあ、こちらに代入しましょう。ここに代入しましょうか。すると、こうなります。じゃあ、両辺 2BC で、2ABC で書けると、ここが、こうなるわけ。でね、これ展開するとですね、A 事情、B 事情が消えます。で、あとは、こうなるわけです。でね、ここで初めて、ABC だけの式になりましたと。こっからが落とし穴なんです。実はこの因数分解って、中学生ではもしかしたら解けないかもしれない。
けど高校1年生の時にどんなに難しい、まあ、いろんな3変数4変数があったとしてもある因数分解のポイントがあったの覚えてますか？今回 ABC ありますけれども A でくくればいいのか、 A でくくってみてください。何も見えませんよ。これ A でくくるとどうなるかっていうと、まあよくわからないものが出るわけですよ。これであれどうやったらの因数分解できないじゃんとなっちゃうんですが、覚えてますでしょうか？因数分解のポイント、それは必ず次数の小さい文字でくくるんでしたよね。次数の小さい文字、はい。例えば A は何次式ですか？4次式。 B は4次式。 C はなんと二次式ですよね。ってことはこれは C でくくればいいじゃんというふうになるわけです。 C でくくってみるとこれどうなるかというと、はい、こうなりました。ここ因数分解すると、はい、こうなって、でしたら、はい、このようになります。はい、ここまでいけたらあともうちょいですよ。掛け算したものが0ってことはこれはどっちかが0であればいいんですね。こっちが0またはこっちが0ってことは、はい、こうなります。で今回 A とか B っていうのはもちろんこれね正ですから、まあここに関してですけど、ここちゃんとやると、こうなります。移行して因数分解するとこうなる。 A たす B に関してはもちろん負ですか、正ですから、これを割ると A イコール B、 つまり求めたいのは A イコール B またはこうなる。じゃあこれで終わりですかっていうと、そうじゃないですよ。ちゃんと、はい、 ABC の形状を答えてください。これでね、確かに正解率 11.4%。もうここまでいけて、けどこれは書けないっていう人もちょいちょいいますからね。はい、例えば A イコール B っていうのはこれ何かっていうと、BC イコール CA の三角形。または、はい、こちら何ですか？ C、事乗が？事乗足す事乗。これは直角三角形ですよね。じゃあ直角三角形ですか？ではないですよ。何が、どこが直角の三角形なんですか？それは、角 C ですよね。ここが斜辺になりますから。つまり、角 C だ。まあ、C イコール90度の直角三角形。ここまでかけて初めて正解、フィニッシュになります。はい、ということでいかがでしたでしょうか。実はですね、2日前の動画でですね、数学の苦手な人向け基礎に戻りましょうみたいな話をしました。もしかしたらこれを見てね、受験生だったり高校2年生だったりいるかもしれませんが、こういったものもですね、意外と青チャートレベルにも載ってますよ。数研だからとかではなくて、普通に大学入試でも出ます。はい、そういった時にどこが自分の弱点ポイントでしたか？すべて混ざってます。まずここの時点で忘れてた。それが1ポイント目。2つ目がこの因数分解ですよね。で、そして最後にこの、まあ、具体的な細かな計算。こちらをしっかりできて初めて満点がもらえるわけです。意外とこういった因数分解とかね、忘れてるなと思ったら、特に新しく高校2年生になるよとか、いう人は僕がこの辺とか因数分解、青チャートに戻ってもいいと思いますよ。難しい問題だけを解くというよりは、基礎的なところに戻りつつ、実際に自分の苦手をね、潰しながらこれからもやっていきましょう。それでは、この動画が良かったと思う方は、高評価、チャンネル登録の方もお願いします。それではお疲れ様でした。バイバイ。